輪島市の黒島地区です。北前船の寄港地として江戸時代から海運業で栄えた町ですが、元日の地震で多くの建物が被害を受け、その面影は見ることができません。この黒島地区で立ち上がる能登人に今日は会いに行きます。能登の人は土に生まれ土に帰る。私はそんな能登人に会いに行きます。能登半島地震発生の後、石川テレビの取材班が黒島地区を訪れたのは1月6日。多くの被害が見られ、後片付けに精を出す人たちが多くいました。そんな時、建物の前で佇む人がいました。今年の夏にゲストハウスをオープンする予定で、でその改修を進めてたんですけど、地震で崩れて落ち込んでどうしようもないとか、そういう感じではなく、これからどう挽回してやっていくかっていう、そういう風な気持ちではありますけど。そう答えてくれた杉野さんを訪ねました。よろしくお願いいたします。山崎さん、お願いします。はじめまして。はじめまして、杉野です。お願いいたします。杉野智之さんは津幡町生まれ。海沿いの風景と町並みの美しさに惹かれ、3年前ここ黒島地区に移住しました。人が集まるゲストハウスを開業しようと、去年古民家を買い取り準備を進めていた矢先に地震が起こりました。立派に建ってるようには見えますよね、杉野さん。そうですね、僕も最初ここに来た時は意外といけるんじゃないかなとか、そういうふうにも思ったんですけど、建物全体がこの道路側に傾いてて、で中に入るとかなりやっぱひどいですね。ゲストハウス黒島2024夏オープン。はい。実際は今はどうなってるんですか。前回判定を受けて、で専門家の方にも未練がましく何度か見ていただいたんですけども、みんな口揃えてやっぱダメだっていうことなので、これは使えなくなったという感じです。まだ剥がしたくなくて剥がしてないんですけど。黒島が大好きな杉野さんに町を案内してもらいました。神社って書いてあるってことは鳥居があったんですよね。ここに大きな鳥居が立ってて、地震の直後は真ん中に倒れてたんで、なのでここはもう通行できないような状態でしたね。お祭りの時とかもあそこの階段から神様が降りてくるっていう、そういうここが場所なんです。まさにここからの、あ、見通すと向こうが海になるんですね。ああ、そうですね、はい、で今立ってるここの場所っていうのが、僕がいつも言うんですけど、黒島のスクランブル交差点なんです、はい、1日に30人ぐらいの人が押し寄せる場所です。まあ、神様も降りてくる場所だし、もともとこの建物の中でお祭りの練習をしたりとか、そういう結構人が集まる場所だったっていうのを聞いて、そういうのもあってこの場所に結構こだわってたっていうのはあったんですけど、ここが旧門見家住宅っていう北前線の歴史を物語る文化財だったんですけれども、町としてはね、まさにシンボリックな建物ですもんね。そうですね、本当に住民の皆さんとしてもちょっとやっぱりショック大きいんじゃないですか。この門見家を再建できるかどうかっていうのは、ずっと地震の直後からもう皆さん関心事で、再建されるかどうかっていうのが、黒島が立ち直れるかどうかっていうふうに考える方も、この通りからこうやって海を見渡すその風景がやっぱすごく好きで、結構映えスポットとして撮りに来る人とかもいましたね。この白い砂も結構綺麗な砂浜だなっていう感じなんですけど、なかったんですよ、地震の前まで。波消しブロックよりももっともっと内側でしたね、あの波打ち際っていうのは。ここ見渡すところ全部青だったんですね、はい、そうです、そうです、もうこの道路際まで海だったんです。みんなでここで日暮れるまで海で遊んで、水平線に押していく夕日をビール片手に見ながら、で戻ってそこで焼肉して食べたりとか、そういうことを前やってましたっていう話をした後に、はい、もう一回ここ見るとやっぱ辛いですわ。あの時は楽しかったなみたいなこととか、記憶が蘇ることっていうのはありますね。杉野さんは地震の後、
黒島復興応援隊という組織を有志とともに立ち上げました。地区の人たちの要望を聞き、ボランティアに対して瓦の撤去や瓦礫の除去などの協力を仰ぎ、復興作業を進めています。ここにボランティア拠点って書いてありますね。黒島支援隊っていう姫路を拠点に、ここの所有者さんが震災後作った家のきめ細やかな片付けをしたりとか、そういう活動をされていて、で僕ら黒島復興応援隊っていうのは力技的な作業っていうのをする、で、共同で今その支援隊の所有者さんからこの建物をお貸しいただくっていう形で、ここでもう一度ゲストハウスをやらせていただけないかっていうことでお話をさせていただいて、で今、ゲストハウスとしてここを、まあ、再スタートするっていうことで準備を今進めています。一度はちょっと断念しかけた夢を、はいはい、ここで。そうです、はい、だから2024年夏オープンの張り紙をなんとか嘘じゃなくて本当にしたいって今思って。休暇の雰囲気漂う、あ、いい木の匂いしますね。そうですね、はい、地震で僕はその前のゲストハウスの建物を失ったとすれば、それによって得たものっていうのは多分それよりもっともっと得難いものっていうか大きいっていうふうに僕は思ってます。どれだけ前のゲストハウスをやるときに頑張ってるんで応援してくださいとか手伝いに来てくださいなんて叫んでみても、やっぱりそんなにわっと人が集まったりとか、いろんなつながりがそこからすぐに芽生えるっていうことはなかったんですね。この地震っていうのがそれをなんていうか掛け算で大きくしてくれたっていう。だからこの場所でそれをなんていうかもう一度形にしたいっていう、はい、そういう思いですね。杉野さんの一番好きな場所に案内してもらいました。なるほどね、はい、水平線に真っ赤な太陽が沈んでいって黒島の街並みを赤く照らしてるんですね。びっしりと並んだこの黒瓦の街並みっていうのとその夕日がセットで、いや本当にいいですよ、ここからの夕日。きっと地震を越えて新しい景色は見えてきてるんですよね。はい、今までは海と黒瓦だったんですけど、そこに白い砂浜も加わったじゃないですか。だからあとは黒瓦を取り戻せば2つが3つに増えるんですよね。美しい黒島の街並みっていうのは、はい、取り戻したいですよね。そうですね、うん、絶対取り戻しますよ。この美しい風景が戻ってくることを信じてるんで、また頑張ってください。ありがとうございます。今日取材を通してこの杉野さんのですねポジティブさというのが本当に強く印象に残りました。先ほどもありました、地震によって多くのことを失ったんですが、自分にとってはそのものを上回るぐらい得るものが多かったんだ、そして景色にしても海がなくなれば砂浜が出てくる、いいところが一つ増えたんじゃないかというふうに捉える、その前向きな姿勢、そして目の奥の強い意志に私はものすごく感銘を受けました。ちなみにゲストハウス黒島、杉野さんは8月中のオープンを目指して今頑張っていらっしゃるそうです。のとびとを訪ねて、また次回もどうぞご覧ください。